はい、皆さんこんにちは。本日はですね、4月11日火曜日ということで、なんと本日倉敷市民会館で EXILE THE SECOND さんのライブが開催されます。はい、本日はですね、トワイライトシネマ、本日ですね、兵庫県の次に、岡山県、そしてここ倉敷で、僕の地元でライブが行われるということで、これは行くしかないということで、本日僕ここ倉敷やってきました。はい、そしてやっぱりですね、2000僕らがデビューする前から、サポートダンサーとして、一緒にステージに立たせていただいた本当にお世話になった先輩ということで、ぜひ僕が、倉敷でね、お土産を買って、先輩たちにお渡しして、ライブ頑張ってくださいという気持ちも込めて、これから、美観地区の方で、お土産を選んでいきたいと思います。ここはもう本当に地元で、あの高校生の時には毎日のようにここで通ってた、アリオとかもありますしね、ご飯も食べたりしましたし、まあ、こっちに行くと臨海鉄道もあって、あの僕の本当の地元の方にも行けたりするので、すごいゆかりのあるこの倉敷で、ライブしてくれるのが本当に僕含め岡山県の、みんなめちゃくちゃ嬉しいと思いますので、ぜひそのライブを大成功に、していただくべく、しっかりと美味しいお土産を買っていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。行きましょう。美観地区は前の撮影以来、撮影以来来る頻度が高くなってきましたね。そうですね、岡山に。そう、ありがとうございます。これ直人君、本当今日美女立ってますね。いやー素敵ですね。美女立ちがすごい。あれいいっすか。いやーもうすごい、ありがとうございます。かわいい。あ、かわちいかわちいはい、ということで早速美観地区に到着いたしました。ここではですね、僕の最近の大好きなスイーツ生きび団子をちょっとゲットしようかなと思います。やっぱりライブはね、終わったら糖分がちょっと低下している状態なので、ライブ終わった後に甘いものを食べて糖分補給をしていただきたいなと思って、生きび団子を狙っていきたいと思います。カツラーメン食ってきましたからあ、そうだ、お蕎麦も美味しいんだ。はい、います。はい。あ、元祖きびだんご。あ、これも元祖ありだな。ノーマルもいっちゃいます、ね。ノーマルで、その生も買って、ちょっとなんなら比較してもらう的な。あ、ありだもんね。はい。いけるかな。ちょっと。僕人生できびだんごマジで5個ぐらいしか食ったことない。ノーマルのきびあるあるなんですけど、昔はな、岡山城の2階にその昔遊びコーナーみたいなのがあって、そこになんかタダであった気がするんですよね。なんかもうほんまこんくらいのアクリルボックスにきびだんごがブワーって入ってて、なんかそれを小学生はなんか食べてもいいみたいな、でそれで食って美味しかったなっていうのは覚えてるんですけど、最近ね、その生きび団子に出会ってからちょっと余裕でそっちがうますぎて、じゃあ早速きび団子選んでいきます。どうぞ。ノーマルバー。はい、お邪魔します。もう分かりやすすぎるね。これですよ。はい。きなこ。何スポーツきびだんごって。塩レモンなんだ。ああ、美味しそうだね。海塩。白桃。岡山といえば白桃ですからね。わ。進化してますね。はい。進化しますね。進化してますね。なんか普通の。あ、これか、普通、いわゆるはこれですよね。あ、本当だ。綺麗な色。どうしよう。
あ、このきびだんごと普通のきなこのきびだんごを買っといたら多分ノーマルなんで、そうですね、はい、これをじゃあプレゼント しましょうか。はい、すいません、こんにちは、お邪魔します。元祖きびだんごときなこきびだんご一つください。はい、かしこまりました。はい、お待たせしました。ありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございます。行きましょう。買いました。一つ目。はい。こちら元祖きびだんごときなこきびだんごゲットです。もうね、これはあとは新しいニューカマーの生をゲットしに行くだけなんで、ちょっと多分奥の方なんで、はい、行きましょう。いやマジでいいっすね。しかも日陰入るとちょっと涼しいんでちょうどいいっす。ね、観光客も増えてよかったな。やっぱ外国の方多いですね。多いですね。いいですね、なんか。いや嬉しいですよ。戻った感。うん。やっとね、マスクも任意になって、だんだんとというか、なんなら前より盛り上がってるかもしれないですね、コロナの。これなんて言うんだろうね。すごいね、この竹一本で焦げるのもすごいけど、ちょっと力屋さんあたり連れてきて2人で乗りたいですね。2人で、はい、可愛く。たまにね、結婚式というかっていう、ね、ご夫婦でね、ここ乗られてる方とかいるんで、撮影した時ちょうどいましたよね、多分めっちゃ暑かったと思いますけどね。今年はちょっと乗りたいな。なんだかすっごい。これ知って蚊のオスなんですよ。知ってます？知らん。蚊のメスが人間の血を吸うんですけど、蚊のオスってあえて大群になってるんですよ。へえ。あ、ここ。あ、もうありますね。ありますね。はい、生きびだんご。早速ゲットしようと思います。こんにちは、お邪魔します。お願いします。あ、あったあった、生きびだんご。え、今クレープあんの、すごっ。生きびだんごクレープ、あ、アイスだ、めっちゃ冷えてる。いいな。はい、このレモンと瀬戸内産のレモンと、あとは岡山名物桃ですね。食べたことがあるのが桃ですね。これはもうめちゃくちゃ美味しいです。全部いっちゃいます。全部いきますね、これ、はい、種類。これあれかな、このセットはこっちだけ、組み合わせができるかどうか。そうですね、はい、はい、お邪魔します。はい、どうぞ。あ、これの桃の方ってセットあるじゃないですか、はいはいはい、レモンの方は1個入り。セットないのよ。あ、じゃあ同じなんです。詰め合わせっていうのは可能なんですか、これで。できないんですよ。あ、もう桃だけのお持ち帰りをしかなくて、はいはいはい、持ち帰りは桃だけ。そうなんですよ。じゃあ桃でいいか。今日中に帰られるんであれば、はい、一応解凍して、あとは解凍された時はケーキを持ってるような状態なので。あ、なるほど。あ、じゃあそれで今の時期だったらまだかろうじて、はい、はい、普通の桃の方は何個入ってるんですか？6個入り。あ、6個、はい、あ、じゃあそれとレモンをこういう6個で、はい、6個6個で、はい、じゃあお持ち帰りの1つとレモンバラで6個で、はい、はい、お願いします。ちょっと待ってください。はい、ペイペイが使えますか？はい、お、マスキングテープもあるぞ。はい、あれですね、行きましたね、倉敷発祥ですよね、はい、そうですね。あれあるんじゃないですか、デニム柄みたいなやつとか、かわいい。でもほんとこういうのをちゃんとこう使える人ってすごいっすよね。結構そういうのできない、不器用なタイプなんで。できないっす。冷蔵庫に貼るぐらいしかできないっす。ほんまに。いいお店だ。これ。10
常温にして、解凍して柔らかくなった時がこれって食べ頃なので、ああ、はい、多分持って帰られた時には溶けてると思います。ちょうどいいですか、うん、でもしすぐ食べられないんだったら冷凍じゃなくて冷蔵保存、はいはい、で3日以内に食べてください。結構持つですねそうですね何時間後ぐらいが食べ頃ですか？20分後ぐらいで、この保冷剤が入ってる桃の方は5時間一応保冷が保てれるようになってるので、あの普通に持って帰る、うん、今食べるんだったら20分ぐらいで解凍されるので、はい、こちらですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。で、ということで2つ目生きび団子ゲットしました、はい、もうこれで完璧に岡山の味を楽しんでもらえると思うんですけど、やっぱり山椒が差し入れする一番は古市のぶっかけうどんだと思うんですよ。まあ古市のぶっかけうどんは結構生ものなので、直接お店の方が会場に差し入れしていただけるということで、また先輩たちに会った時にこれと一緒にお渡しできたらなと思います。はい、新会館向こうっす。行きます？行っちゃいますか。楽しみだ。はい、ということで、倉敷市民会館到着いたしました。しっかりね、スタッフパスを、あ、映ってないか、スタッフパスももらって、今日はですね、関係者的な立ち位置でお邪魔してますが、ここで、さっきはですね、この岡山名物きびだんご、そして、こっちの方には、まあ、今まだちょっと保冷してるので出せませんけど、生きび団子買わせていただきました。あとですね、やっぱり僕がセカンドの皆さんに食べてほしいものはこちらです。でね、古市さんのぶっかけうどんになっております。これね、古市さんのぶっかけうどんは持ち帰りであるのですごく美味しいんですよ。で、こんな感じで、ちょっと誰が食べる分かわからんけど、ちょっと開けます。ほら、これしっかりね、薬味と麺とつゆがもう分かれてて、これ多分冷やしておけば、結構今日一日だったら多分食べれると思うんで、皆さんの疲れた体でもいいですし、本番前のエネルギーチャージにぴったりだろうなと思って、こちらうどん、そして、きびだんご、生きびだんごを差し入れさせていただきます。ということで、今多分これからリハーサルして、今3時半前なんで、多分4時前ぐらいかな、これを皆さんにお渡しして、本番まで楽しみに待ちたいと思います。そしてあちらに見えるポスターが、岡山の人だったら知ってるマルゴーデリさん、フレッシュジュース専門店マルゴーデリさん、そしてアメージングコラボ、そして僕山椒のトリプルコラボ、今回セカンドさんのライブに合わせて4月10日から6日まで、こちらイオンモールさんとかね、マルゴーデリさんの、店舗でやってますので、こちらも皆さんにたくさん飲んでいただきたいなと思います。で、僕のは山椒ココレモンつって、ココナッツジュースと、レモンのすごいスカッシュみたいな感じで、ものすごくさっぱりした飲み物になってます。そして、不動の人気を誇るチョコモーモーと、マルゴデリさんの、バナナジュースをミックスしたバナナチョコモーモー、これ 100% うまいんで、これもまた飲みたいなと思います。明日またね、哲也さんと多分お店にお邪魔すると思うんで、その時しっかりといただきたいと思います。それではセカンドさんのリハが終わるまで待ちたいと思います。なんか緊張するこれどうする、これ来たらどうすればいいですか？もう差し入れですって言ってお渡しいただけたら。あ、本当ですか？喜んでもらえるかな、心配や。やっぱルーティーンありますからね、ライブ前は。もう2時間半前やから、ストレッチとかメイクにも行かれると思うんで、パパッと
挨拶済まして、やば、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、あきらさん、すいません、お邪魔しております、お疲れ様です、あ、どうぞ、あ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっとですね、今回、はいはい、皆さんがここ倉敷、僕のめちゃくちゃ地元なんですよ。あ、そうだよね、地元だよね、はい、で、ライブしてくださるということで、はいはいはい、僕、岡山アートフィルムっていうのを、あの、アットウェブさんで、まあ、ウェブ連載を持ってまして、ほうほうほう、はいはいはい、で、そこでちょっと、あれ、監督やったやつ、あ、そうです、そうです、はい、ウラジャとか踊ってるやつで、知ってるでしょ、あ、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます、その中で、今日、ちょっとカメラもお邪魔してて、はいはい、あ、どうも、はい、ぜひ、はい、今日は一応ライブに遊びに来させていただいたということで、はい、岡山名物を差し入れで、岡山名物、岡山何なんですか、ちょっといろいろありまして、はい、まあ一個はきびだんごなんです、きびだんご、あ、きびだんごなんだね、はい、そうですね、ちょっとこっちにあるんですけど、はいはい、これがあのシンプルな昔からあるきびだんごでして、ほう、これはまあシンプルな味と、あときな粉の味付け、ほうほうほう、まあちょっと昔からあるお団子って感じなんですけど、はいはいはい、これの桃太郎、あ、そうですそうです、岡山といったら桃太郎伝説で、あ、そうなんですよ、裏ちゃんのダンスとかもそれを元になってて、はい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 、で、僕がちょっとおすすめしてるのがこの生きび団子っていうのがありまして、うまそう、こちらちょっとこのビジュアルからうまそうじゃん、これ、あ、すみません、はい、開けますか、いいですか、あ、こっちに開いてるやつがあります、ふわふわもっちりお餅これ桃、桃入りのカスタード的な、で、これがあのレモンの方なんですけど、はいはいはい、普段のきびだんごこんくらいなんですけど、はい、これはめちゃくちゃ大きくて、はい、なんかクリームパンの本当なんていうんですかね、まんじゅう版みたいな、めちゃくちゃふわふわもちもちで美味しいんで、ぜひちょっとライブ終わりでも、そうですね、はい、あ、甘いの好きなんで嬉しいです、はい、お願いします、わ、嬉しいな、ありがとうございます、いや、こういうの嬉しいよね、あと、はいはい、もう一個ありまして、はいはいはい、これ僕のもう本当に超おすすめなんですけど、お、倉敷も一応ぶっかけうどんっていうのがありまして、おお、ぶっかけうどん、僕がもうずっと昔から高校生とかの時からもう、はいはいはい、食べてるやつなんですけど、はいはい、まあ、シンプルなこの古市さんのところのぶっかけうどんなんですけど、はいはい、これ岡山限定というか、うまそうだな、はい、うどんもやっぱあれなんだ、一応まあ香川県近いですし、あ、そうかそうかそうか、はい、うまそう、ソウルフードだね、結構東京で食べるうどんより、うん、あの関西だしみたいな感じで結構濃いめなんで、あ、そう、結構食べ応えがあると思うんで、うん、これはいただきます、これ、はい、ありがとうございます、うわー嬉しいね、いやいやいや、ちょっとなかなか多分岡山の人、ね、こうやって現地っていうか地元ライブって本当に僕も小さい時からなかったんで、あ、はい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 、そして多分皆さん、あ、でもやっぱちょびちょびはやっぱりアーティストホールツアーでも回ってきたりはするんだ、なんかすごい音響がいいって結構言われてて、はいはい、この倉敷市民会館なんで、なんかそれを好きで来てくれるアーティストさんもいたりして、これは、はい、ランペはまだ、ランペは、一番最初のホールツアーの時に、ホールツアーに、はい、47都道府県行った時に、ああ、なるほどなるほど、じゃあ次は凱旋で、いや、ぜひぜひやらせてもらいたいなと思います、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっと今日は僕も、はい、見させていただきますので、はい、ありがとうございます、はい、あとですね、お、まだある、はい、これはあの哲也さんのアメージングコーヒーと、はいはいはい、岡山の、フレッシュジュース専門店マルゴデリさんと、うんうんうん、あと僕のトリプルコラボでドリンクを出させていただきまして、こっちがアメージングコーヒーとの、バナナチョコモーモーですね、バナうまそう、マルゴデリさんはどっちが、はい、どっちがコラボしたやつ、両方コラボした、これはアメージングコーヒーとマルゴデリさんで、はいはい、これがアメージングコーヒーとマルゴデリさんと僕のコラボ、あ、これが山椒、山椒ココレモン、これは、期間はいつまでやってんの、10日から、16日までですね、10日から16日まで、はい、ありがとうございます、岡山限定なんで、岡山限定、はい、山椒が作った山椒ココレモン、あ、お疲れ様です、すいません、ほらほら来たよ来たよ、ほらほらほら、穏やかじゃない人たちが、山椒穏やかじゃない人たちが、ほらほらこれもう一回説明しなきゃいけない、大変だよこれ、もう一回だけ、もう一回、このきびだんごのくだりからまあ、いいですか、きびだんごのくだり、はい、今回ですね皆さんにちょっと差し入れを持ってこさせていただきます、なるほど、ありがとう、美観地区でちょっとさっき買ってきたんですけど、はい、
シンプルな、こちらシンプルな昔からあるきびだんごです、ね、はい、あのちょっと昔のお菓子みたいな感じの持ち越しなんですけど、最近僕が食べて感動してぜひ食べてほしいなと思って買ってきたのが生きびだんごで、生きびだんご、普通のきびだんごってこんちょっと本当に500円玉ぐらいなんですけど、それよりめちゃくちゃでっかくて、確かに、でもちもちでちょっとおしゃれな味してるんです、確かに、でこっちがあの白桃カスタードクリーム味で、こっちがレモンのクリーム味で、岡山桃有名だもんね、はい、はっていうのと、でこっちはあのぶっかけ、そうですね、ぶっかけ説明させていただいて、はい、なるほど、はい、こちらちょっとあの通常より濃いめになっております、濃いめですね、はい、まあ、香川近いんでね、まあ岡山も、もう全部言ったことを、はいはい、復唱していただいてますけど、これはあの、ね、あの山椒のソウルフードはい、ああなるほど、僕はもう本当にちっちゃい時からずっと食べて、あそうなんだ、はい、ブッって書いてある、あそうですね、ぶっかけ古市さん、はい、ぶっかけ、こちらがですね、あそれはそうですね、スムーズに回りましたね、岡山丸郷さん、はい、まあ超有名なねフレッシュジュース屋さんと、はい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 、今回アメージングコーヒープラス山椒とトリプルコラボレーション商品です、なんか山椒がね、岡山を盛り上げたいっていう話をずっと教えてもらったんで、せっかくセカンド行くからなんかできねえかなってずっと考えてた、うん、じゃあもうガッチャンコできる何買おうと思ったら丸郷さんがさ心よく引き受けになって、最高だね、山椒パワー、山椒パワー、いや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 、岡山のね、桃太郎といえば、桃太郎、岡山の桃太郎、ランペランページの桃太郎じゃない、ランページの桃太郎ね、ランページの桃太郎、ランページの桃太郎で、テクニカル桃太郎で、テクニカル桃太郎、テック系のね、テック系でした、モモテック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 、飲んでください、じゃあ、はい、ちょっとね、味これこっち山椒とのコラボ、こっちアメコとのコラボ、なるほど、はい、美味しいです、ああ。爽やか、めちゃくちゃ美味しい、これはうまいわ、これは何、バナナチョコと、これはバナナチョコ、めちゃくちゃ美味しいわ、これはもうアメコの定番チョコ、これ夏にいいね、そうですね、うん、ちょっと今日とか暑いんで、これこっちはちょっとココナッツレモン的な、はい、めちゃくちゃ美味しいわこれ、あこれなんか子供大好きだね、これね、バナナとチョコ絶対美味しいもん、冷蔵庫に、もう取り置きされてますよ、もうライブ後の心配はされてる、え山椒ここは本当に地元ってこと、ここめっちゃ地元です、本当にじゃここもすでに来たことある、市民会館ありますね、うん、超地元なんだ、ここで踊ったことあんの、ここは、ランページの一番最初のホールツアーでなるほど、16人で来させてもらって、なるほど、はい、だからもう凱旋的な、凱旋的な、お帰りみたいな、はい、いやちょっとじゃあ今日も最初から出てくれからでいいよ、はい、踊る、一応なんかちょっと確認して聞いて、浜松はね、ケンチとね、哲也の方が声援多かったねそれはない、それはない、言うけどそれないよないあの地元だったんだけど、うん、ないよ、そういうパターンもあるから、そういうパターンもあるああ、もう地元は、ああ、知ってる知ってるっていうパターンもあるから、そうそうそう、はいはいはい、前回は一番持ってったの小森隼人、うん、あ、うん、ですよね、そうなんです、ちょっと写真見て、あ、ね、行ってるって思って、そうだそうだ、え、ステージ上がったんですか、うん、なんか、アキラさんが上げてた、そう無理やりね、え、もうそのま、あの、あそこの、もう客の真ん中のこう階段から降りてプロレス登場してる、プロレス登場やりたくてもできないプロレス登場、あの、客席側からはいいみたい、あ、今日はね、最初こそ確かにね、今日何が起こるか分かんないんで、いやいやいや、ね、まあ、楽しんでってよ、あ、もう、まずは、はい、そうそうそう、ぜひぜひ、存じ上げてるでしょ、セカンドというものはね、いやもちろんですね、だからあの、まあ、何が起こるか分からないと、はい、もう今破天荒というか、ぜひぜひ破天荒というかもう破天荒というかこのおじさんたち破天荒やかすんだろう、何でもありというかもう、はい、ちょっとやっぱり僕らもね2016年のあのワイルドワイルド、そうだね、はい、やらせてもらってましたね、楽しかったね、あれね、あれ楽しかった、やっぱりそれを未だに覚えてるね、さっきちょっと聞いて、わぁ、やるかい、あれ、ありましたね、やるかいってなった、かまわんよ、今日かまわんよ、かまわんよ、今日かまわんよ、いつでもいいよ、あれ、ま、回らないですか、あのソファーに座って、あーねー多分回すんだったら多分時報だね、そうだねすいません、皆さん本番前なに、とんでもないです、はい、わざわざありがとうございます。岡山、バッチリ盛り上げます。ありがとうございます。岡山アートフィルム。
あ、そうです、僕の、はい、ウェブ連載やってますので、はい、ぜひ盛り上げましょう。お願いします。ありがとうございます。すみません、本番前に。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。待ってます。ありがとうございます。します。待ってます。待ってます。行きます。行きます。逆に僕が行ったらやばいです。いいよ。いいですか。いつでもいいよ。構わんよ。構わんよ。構わんよ。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。無事にお渡しすることができました。マイクにしか見えない。マイクぐらいを出してましたね。はい、嬉しいですね。でも岡山にこうしてね、先輩たちが来てくださって、ちょっと簡潔に簡潔に説明できるようにして。お疲れ様です。ショギさん、すいません、すいません、ちょっと本番前リハートにごめんなさい。ありがとうございます。いや、ちょっと差し入れを持ってきたんで、はい、何ですか。あ、うどんですか。はい、これは倉敷の、名物のぶっかけうどんです。うわー、はい、ありがとうございます。あとこちらきびだんごと生きびだんご、うおー、はい、スイーツも終わった後に糖分として取っていただきたいなと思います。きびだんごみたいな、きびだんご、こちら今回ですね、はい、岡山の丸郷さんというスムージー屋さんと、マルゴーさん、はい、あとアメージンコーヒー×山椒でトリプルコラボした、ドリンクになってますので、ありがとうございます、はい、よかった、ありがとうございます。ぜひ飲んでください。山椒は倉敷出身なの。そうです、僕倉敷市なんです。はい、あ、そうなんだ。高校もめっちゃ近くて。あ、そうなんだ、はい、あ、ね、ちょっと目でかい。すごい、倉敷にめっちゃいい焼肉屋あるんだよ。たまに行くんだよな俺。え、そう、なんかね、愛公園って、愛道園、あ、聞いたことない、知ってる。あ、うちの同級生の愛道園メイク、同級生なんですよ。知ってます、同級生、そうなんです、すごっ。あ、そうです、そうです、そうです。あそこめっちゃいい牛使ってる。うわ、そう、ちょっといいこと聞きましたね。岡山なんか牛いんの。いや、岡山自体にはいないんですけど、うん、その愛道園の方はめちゃめちゃなんかこうすごいこう勉強熱心で、あったりするんですよ。うわぁ、ちょっと今度行きます。いい肉を使ってて、アイドウェン。あと今日はあそこ行ってきた、カッパ。あ、カッパ。カッパはね、何食べました。あの普通のあのデミグラスみたいなやつ。ああ、はいはいはい、間違いないです。うわ、うまそう。これ全部ぶっかけ。そうです、これもうぶっかけなので、一番もうシンプルなのがおすすめで。ありがとう、はい、いや、ぜひぜひ。ありがとうございます、今回いろいろ。あとこれ、はい、これがあの、これあれだ、バナナチョコモーモー。バナナチョコモーモー。で、これが山椒ココレモンです。ココナッツレモンジュースで。ココナッツレモン、はい、これは何のあれなの。あ、これ僕があの岡山で、うん、あの番組やってんだ。ウェブ連載と YouTube やってまして、岡山アートフィルムっていうやつがあって、ウラジャーっていうなんかお祭りがあったりとか、うん、そことコラボしたり、こういうことしたり、岡山を盛り上げるために。岡山盛り上げてる、ね、すごいね、はい、すごい、素晴らしい、ね、やってるね、地元。お邪魔してます。いや、もうしてます。セカンドさんが多分来るだけで岡山のみんなとめっちゃ盛り上がってるんで。頑張ります、頑張ります。岡山初めてだもんね。そうですね、初めてだ。そうですね、多分。僕もちょっと見させていただきます。ありがとうございます。すみません、本番前に申し訳ないです。いただきます。お願いします。じゃあステージで待ってます。行きます。行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで戻りましょう、一回。よし。ありがとうございました。はい。いや、無事に先輩たちに差し入れをお渡しすることができました。あの、2ヶ月分ぐらい多分先輩と喋ったんで結構汗かきましたけど、まあでも皆さんあったかいっすね。すごい喜んでくださって、あと岡山アートフィルムも宣伝できたんで、この先もあのぜひ岡山をね、こうやってライブだったりとかこのアートフィルムであの来てくださって、明日は哲也さんと2人で岡山もあるんですけど、
その後ももし行けたらいろんな先輩たちとねこうして僕の地元を盛り上げれるようにちょっとしたいなと思いました。めっちゃ本番前なのに皆さんすごい優しかったっすね。僕だったらできるかなみたいな、はいみたいな、ありがとうございますありがとうございますぐらいで終わるんですけど、やっぱり全然違うんで、あと2時間ぐらい、ライブまで時間あるんで、ちょっとゆっくりしていよいよセカンドさんのライブを見て楽しみたいと思います。もうあとはぶち上がるだけなんで、もう仕事は終わりました。もうこれも終わり、もうありがとうございました。ちょっとゆっくりしたいと思います。